わるのだ。君が勇者。勇者。私、ゲモリ守り。はじめまして、勇者かな。私はカタリナ。先代勇者と一緒に旅をした魔法使いよ。はじめまして。勇者様、勇者様、洗い物とか部屋。勇者、勇者様、私に何かご用ですか？村にまで魔物が集まってしまったのか。少し騒ぎが大きくなりすぎてしまったようだな。しかしこの状態を見るに、私の考えは間違っていなかったようだ。けれどこの惨事は想定外。参ったな。あなた、ちょっと待ちなさい。君たちはさっきの、どうかしたのかな。どうもこうもありませんわ。あなた、さっきのゴロツキはあっさり倒しちゃうわ。魔物の特性を理解してるわ。ただものじゃないわね。一体何者なんですの。私か。私は見ての通り、ただのドラゴン族さ。自分の領土からあまり外に出ないドラゴン族が、こんな陰魔の国の田舎を通り過ぎること自体珍しいと思うのだけれど。おっと、おしゃべりしている暇はなさそうだ。はあ、まったく。これじゃあまともに情報収集はおろか、休憩もままなりませんわ。消えなさい。さあ、行くよ。さあ、次もうまくいくといいですね。そこだぞ。そこだ。負けないからね。どきなさい。勇者様、お怪我はございませんか。消えなさい。さあ、行くよ。どきなさい。決めますわよ。うむ、当然の結果だな。ほう、君たちなかなかやるな。あなたもやるじゃない。さすがドラゴン族の戦士といったところかしら。うん、昔から戦うことは得意だったのでな。まあ他はからっきしだがね。それはそうと、さっさとあなたの素性を聞かせてもらえないかしら。それは構わないのだが、どうやらまだそれどころではなさそうだ。え？えい、姉ちゃんや。兄貴は諦めが悪いことでも有名なんだぜ。諦めの悪い男って嫌いだわ。うん、同感だ。そこだぞ。そこだ。負けないからね。決めますわよ。
うむ、当然の結果だな。そこですよ、そこだ。負けないからね。隙だらけですよ。勇者様、おけがはございませんか？消えなさい。そこだ。負けないからね。どきなさい。決めますわよ。大勝利だね。よかった。やっと村から出てこれましたわね。魔物とゴロツキも引き連れてですけど。ですが、これで村への被害は出なくなりますわね。まさかここまで手伝ってもらえるとはありがたい。助かったぞ。あら、ゴロツキの相手はもう済んだのかしら。ああ、よく話せばわかる相手だったぞ。な、君たち。えい、姉さん、魔物の奴らを村の外へおびき出しましたぜ。あらあら、手なずけちゃったのね。強い者に従うのが俺たちのセオリーです。それはいいのだけれど、さっさと逃げた方がいいわよ。また魔物が襲ってくるわ。数が多いな。すまないが、半分任せてもいいかな。ここまで乗りかかった船ですもの、最後まで付き合いますわ。頼んだ。では行くぞ。よくもまあ、ここまで魔物が集まったものですわ。普段ならこんなことはありえない。きっと何か理由があるはずですわ。あのドラゴン族の娘、何か知っていそうでしたし、絶対に聞き出さないといけませんわね。しっかりこれを片付けてからね。そこですよ、そこだ。行くよ。どきなさい。決めますわよ。大勝利だね。よかった。ふむ、さすがにこの数はきつかったかな。やれやれ、まだ大物が残っていたのか。どうやらお前がこの群れのボスのようだな。あらあら、ずいぶんきつそうじゃない。ん、来てくれたのか。あなたにやられちゃったら情報が聞き出せなくなっちゃうでしょ。違いない。イリア。え？私の名前はイリア。見ての通りドラグシュタイン出身だ。今は人探しのために各地を旅している。こいつを片付けたら詳しい話を聞かせよう。ならさっさと終わらせないとね。勇者様、行きますわよ。
そこですよ。そこだ。負けないからね。好きだらけですよ。勇者様、おけがはございませんか？勇者様、お疲れではございませんか？